モータ日記、まず、前置きで言っておきたいのが、最近2チャンネルに俺の動画が貼られまくってますけども、動画過ぎてるということ。他人がこう横でスマートフォンでスレをパーって見た時に俺の動画ピッて出てくると恥ずかしいんですわ。恥ずかしいから、しかもなんか全然違うアイドルだとかマイナンバースレなんかにも貼っちゃう始末で、ちょっと低評価がどえらいことになってきてるんで、まあ俺としては自己顕示欲でやってるところ一部あるからおすすめしてくれるのは嬉しいんですが、適度にやろう、適度に、やってほしいなと思います。よろしくお願いしますということが、まあ、前置きです。本題入りますと、モーニング娘。15の Oh My Wish スカットマイハート今すぐ飛び込み行きの個別、俺はチェキと握手入ってきました。大阪 ATC、ボックスを1個買ってて、で幾多の、チェキを手に入れたんだけど、まあ、握手は余裕があったら行こうと思ってたんですね。だけど余裕がなかったからもう行かんとこうと思ってチェキだけで考えてたら、3日前ぐらいかな、なんか郵送で封筒届きまして、その中にこの手紙となんかカーテンタッセルっていう、そのこれとなぜか、心ばかりの握手券を同封いたしましたのでってことで握手券9枚届きました。ちょっとどなたか存じ上げませんが本当にありがとうございます。おかげでちょっと充実したちゃんと動画に出せる、なんていうかな、一日になったなっていう感じで本当にありがとうございます。で9枚来たんですけども、前九州で一緒に入ったリスナーさんとか、こうやって地元の方とかと一緒に入ってて時間がいろいろ合わないところがあったから、こう交換した結果、まず個別チェキだ、1回で、3部3枚4部3枚と行ってきました。でそれのレポを今から喋るっていう感じですね。でまず個別チェキ、幾多、まあそうだね、まあ、チェキは行くって最初から決めてたから、あのポーズ考えてたんだけど、筋肉見せてもらおうと思って、で今回衣装が全部半袖だから何着てもいいぞと言って、幾多これで、で俺がこう行くみたいなで考えてたんだけど、列に並んでそのみんなのチェキさらしを見てたら、なんかどうやら私服で皮がびっちりここまであるんですよね。これマジかと思って、でまあワンチャンこうファスナー開けてみたいな、まあもうないかと思って、まあスタッフがね、筋肉お願いしますみたいなで入っていったら、幾多こうやって皮びっちり、あーダメだーみたいな、あーって俺だけもうおたてここまで上げてこうグッて言って決めちゃって、若干滑ってるっていう感じのチェキ晒したいんだけど、ちょっとまあ微妙なんで、またニコレポじゃない、ブロマガに貼っときますんで、そっちから見てもらえばなと思うんですけども、若干滑ってるチェキとなってしまいましたと。でああみたいな、ありがとうっていう感じで、いつも何も言わないんですけど、幾多今日なんか昨日は珍しくなんか残念やったねみたいな、なんかあれ珍しいって一言くれたみたいな、でハッ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 ってもうなんか高笑いしながら出てきたっていう感じですね。珍しいな幾多がハッハッハッみたいな感じで出てきたっていう、ちょっとあの時は良かったんですかね、機嫌が。いつも本当になんか黙り込みなんで俺の場合は、だから今日は珍しいなと思って出てきたんですけども、その後1部2部の間飯食って、で3部、3部握手でまず歯が入ってくる、まあ、歯が前回のがあるんでかなりこうちょっと構えて入ったんです。なんかねリスナーさんが俺いつも入るときにちゃんと挨拶し入るって言ったから、それ使おうと思って「こんにちは」って言って入っていったんですよ。お辞儀して「こんにちは」って言って入っていったら、すぐ顔がもう笑ってるんですよ。あれって前こんなんじゃなかったぞと思いながら、なんか幾多と最近仲いいって言うじゃないですか。で俺幾多って言ってたから、まあその感じでいいわと思って、幾多と前遊びに行ったって言ったじゃん、ではいってすごい笑ってるんですよ。あれかわいいと、どこ遊びに行ったのって言ったら、どこだと思いますかとかって言って、どこだろう、ディズニーかな、全然違いますみたいな、また考えとくわって言って、考えといてくださいバイバイって言ってちゃんと手振って、あれめっちゃかわいいなみたいな、こんなんじゃなかったぞっていう、こういう逆の悩みで出てきて、でなんかあすごい可愛かったなみたいな、でそのまま次幾多の握手なんだけど、まあ、さっきの流れでじゃあハガとどこ遊びに行ったか聞いてみようかなみたいな、でもう一回ハガがあったからそこで聞いてハガに戻ってそのこと言うみたいなで感じで行こっかなって思って、ブース入ったらね、
あのチェキの時と顔と違うんですよ。もう明らか悪くなってて、あれと思ったけど、まあ、まあそれがいつも通りだと思って、まず前あかねちんと遊びに行ったって言ってたじゃんみたいな、うん、どこ遊びに行ったのって、原宿、ディズニーだと思ってた、違うみたいな。で終わってたバイバイって言うんだけど、握手しとった手をあの机に戻っておいて、何があったのとも言いながら、出てきたんだけど、まあなんかあのレーンがね、その時列が、まあ、偶然ちょっと人数が全然いなくてガラガラだったから、なんで私んとここんな来おへんのみたい な、 なんかそういうのがあったのかもしれないね。であのエリポンファンの方に話聞いてるんですけど、あのオタいるだろ、あの人が今日エリポンどうしたんですかねみたいな、なんか精神的に大丈夫なんですかねみたいな、いやーまあいつも通りなんじゃないですかって言って、もういつも通りっていう感じで、もう流そうという感じですね。でその後、まあ野中があるからっていうのもあって、野中行ってね、あのチェキさらしで寿司のやつ着てるっていうの分かってたんですよ。分かってたけど、まあ特にネタも何も用意してなかったから、あの初めて見た手で、うわ寿司じゃんみたいな、あそうですみたいな、これみんな喜ぶから狙ってきてきたやろみたいな、はい、でもなんかたこ焼きだったらよかったですかねみたいな、はははははって言ってバイバイって言って、でやっぱりいいなーっていう感じの、サムでしたね。で、ありがたやっていう感じで、でその後、本当はあの野中五部があったんだけど、五部が入れないから、あの生主のサベッツさんいるだろ、サベッツさんと初めて会うて、でサベッツさんがリホリホ余らしてるっていうから、じゃあ俺野中入れないで変えましょうって言ってさやしもらったんですよ。でちょっとさやし、なんかちょっとね寝て落ちるっていうから入りたいなとちょっと思ってたから行ってきたんですよ。まあさやし直前まで悩んだんだけど、本当に何も思いつかなくて、もうちょっとストレートに行こうと思って、なんかあんま狙いに行かん方がなんかシンプルに楽しめるなって思ったから、あのいつもねじゃ見てますと、あのハロコンでもあのリホリホのダンスばっかり見てますって台紙見てるんだけど、あのリホリホのダンスばっかり見てます、本当ですか、ありがとうございます。ちょっとね目がしょぼしょぼしてたんですよ。それを無理やり化粧で隠した感じがあったから、ちょっとなんかあの大丈夫かっていうのがあったけど、まああの喋り口は結構しっかりしてて、あのありがとうございますみたいな、で頑張ってねって言って、若干時間があったから、なんか私服ちょっとあの落ち着いた感じなんですよね。だからあなんか私服結構落ち着いてますねみたいな、でああそうだ、ね、いつもそんな感じなんですよみたいな感じで、でバイバイって言って、ああなんか結構あっさりしてるなと思って、ふって後ろを振り返ったらまだ見てるんですよね。たら俺を見てるかなって思いながら、なんかどっか遠くを見据えてる感じもあって、なんかこういう感じでなんか悲しげな雰囲気だなと思って、ちょっとまあそうだな、幾多とはまた違うその冷たさがなんかあったなっていう感じで、ただすごいなんか誠実でいいなと思った。もう同じやり取りを何回繰り返しても楽しいなって思ったよ、リホリホの握手は。なんか機会があったらまた行きたいなとは思いました。で、その次ハガか。でハガは、多分3部はまだ体力あったんだろうなと、4部になるとまだちょっと分からんぞって思って行ったんだけど、まだかろうじてちょっと、まあ3部よりは若干テンション落ちたけど、まだちょっとが、持ってました。で初めてのロックコンサート、あのハガちゃんが一番あのうまかったよってセリフ、あ本当ですか、ありがとうございます、でもなくなっちゃって残念だねみたいな、そうなんですよ、もっとやりたかったです、僕も見たかったよみたいな、でバイバイって、なんかねあのハガちゃんの握手で思ったのが、他のねブースは警備員1人だった気がするんだけど、その本当にブースの中でハガちゃんだけ2人いたんですよ。で列もすごいあったから、もしかしたらおい今日なんかハガいいぞみたいな、オタがハガいいぞってみんなで行こうぜみたいな感じで多分粘りまくるから、なんか、まあ、他の人の話ではすっごいあの粘着オタが多かったらしく、あのスタッフが頑張ってすごい剥がしてたらしいんだ。だからあのスタッフからするとなんで今日剥がこんな対応いいでみたいな、もっとしようでいいっけみたいな思ってるかもしれないね。そのせいでちょっと列も長くてスタッフも多いみたいな、そういう感じがあったかな。でもまあ俺は最後までとりあえず剥がちゃんいい対応であのすごい笑顔で出てきて、わあこれだけで帰ってもいいなと思ったけど、最後一枚野中あったから
じゃあまあ最後の中でもうちょっと、ね、絶頂で帰ろうかみたいな感じで行ったんだけど、もう何も考えずに行っちゃって、もハガちゃんでパーってなったまま行っちゃったから、あの中ね何も考えてなくて、ハガちゃんと同じこと言ったんですよ。初めてのロックコンサート野中ちゃんが一番良かったでって言って、で、あ、本当ですかみたいな、でも終わっちゃってたんでね、あ、そうですよねみたいな。だけどまあ楽しかったんだけど、野中はねやっぱり傷ついた状態で、行った方が倍楽しいなっていう風に思いました。だからは野中ちゃん行く前はちょっとこう潮面というか、こう傷物を持ってきて、野中ちゃんで、それをちょっと、ね、なんていうかな、絶対指摘にいい結果を得るみたい なんかそういう楽しみ方の方が、野中ちゃんの握手は活かせるなという感じです。だから最後結構野中ちゃんあっさり終わっちゃったなっていう感じはあったんですけども、1日通して思ったのは、まあ、生田からずっと最近そんな対応、まあ、されてるし、まあ、されてたから、なんか生田どんな結望みたいな、野中どんな結望みたいな、もうちょっと無理だなって思ったんですよ、金銭的に厳しいから。だからこそ今回ちょっと鞘師行ってみたいなとか、今日ハガちゃんどんなかなとかって思ったりしたわけですよ。だからなんか九州から来たリスナーさんがサイン入ってたんだけど、なんかその話とか聞いててね、名前をなんか書き間違えて、その文字と文字の間で無理やり文字詰め込もうとして、スタッフにダメですって言われて、みたいな、まーちゃんが。そういうことがすごい面白いなと思ってさ、いろいろいろんなメンバー入りたいなってちょっと思ってきたんですよ。だから次回からはあんまりなんか野中生田に絞らず、いろんなメンバーなんか入れそうなとこがあったらちょこちょこ入るみたいな感じに変えていきたいなというふうにちょっと思ってます、っていう感じですね。次回は娘大阪、一応土日どっちも入ります。昼夜どっちも入れるかわからないけど、とりあえず現場には行くんで、まあ、もし見かけたらお声掛けくださいという感じですね。個別で話しかけてくださった方もありがとうございました。ハガチャでファーってやってる時だったから、ちょっとあんまりなんか何も考えてなかったんですけども、本当にありがとうございましたっていう感じです。ではまた。